はい、どうも、うずです。皆様、2021年も半分終わりましたよ。もう7月です。そう、7月に入りました。早いね。はい、さて、そんな中、今回私が取り上げるカメラの話としては、2021年、すでに登場したカメラ、そして今後登場するかもしれないカメラ、それらに関してのお話をちょっとまとめてやってみようかなと思います。各メーカーでね。まずはキヤノンから。今年は前半発売されたというカメラはないんですけれども、発表されたカメラというと EOS R3、 これがめちゃくちゃインパクト強かったですよね。実質現状では R システムの最上位カメラとなる R3、 まあ、現在公表されている情報だけでもオートフォーカス、高速連写、ボディバランスなどなど含めて、どれをとってもハイスペックな仕様になっております。まあ、実際の発売がすごい楽しみなカメラなんですけれども、まあ、このカメラに関してはちょっと一般人の人がね、買うカメラではないところもちょっと寂しいところなんですけど、はい、純粋にカメラの性能としてキヤノンの現状の最高のカメラという感じで考えると、まあ、注目せざるを得ないカメラですね。まあ、あとキヤノンで言うと、出るのか出ないのか、まだはっきりしない APS-C カメラ。私個人としては EOS R7 をすごく期待してるんですけど、どうでしょうか皆様は。いらないよっていう意見の方と、出してほしいなっていう意見の方で分かれると思うんですけどね、ここはね。まあ、キヤノンもここをどうね、見切るのかはまた難しいところだと思うんですけど。はい、キヤノンはこんな感じでしょうか。そして、最近話題にすごくなっていたニコン。ニコンは、間もなく発売される ZFC。これがすごく注目度が高いカメラになります。まあ私も動画の方を上げさせていただいたんですけど、視聴者の方からコメントですごく期待してる、かっこいい、素晴らしいっていう意見の方が多かったかな。なので、すごく期待されてるカメラだと思うんですけれども、まあこれからのニコンの APS-C クラスですね、の一端を担うシリーズになると思いますので、まあこれだけで終わっちゃうとちょっと寂しいんですけどね、シリーズになってくれれば嬉しいなっていうところで、はい、盛り上げていきたいなと思います。で、この ZFC に関しては、ニコンの方からちょっとお借りすることがもう決まってますので、借りられましたら、ちょっとその実機の外観とか含めて、まあ、サンプル画像などを用意して、こんな感じで使いましたよっていう、いい情報をね、お届けできるといいなと思っております。そしてやっぱり気になってくるのが、Z50 の下の機種、まあ、Z30 って名前になるかはわかりませんけれども、まあ、この ZFC というカメラが発表された時も、もうこの Z50 の下のクラスですね、エントリークラス、お買い得に買えるカメラっていう方にすごく注目というかね、関心がある方が多かったみたいですので、まあ実質ニコンは上位クラスの Z7、Z6 が第2世代に変わっていて、まあここの部分はすごいしっかりとしたいいカメラを出されてますので、まあ、エントリークラスのミラーレスカメラの充実化が求められている中、まあ多くの方が Z30 かっこ仮に期待するのはよくわかります。ZFC もね、すごいいいカメラだっていうのはもう直感的にわかるんですけど、価格帯がね、ちょっとこう、これから一眼入ろうっていう方には、ちょっと値段の面がね、合わないので、はい、そういうところでは、Z30 だろうな、期待するのが。で、ニコンは Z50、そして今回発売する ZFC という形で、APS-C センサーのミラーレスカメラ、結構ね、いい勢いで出してくれているので、ここの部分をちょっと強化していただけるとね、ライバルであるキヤノンの方は、APS-C の R システムは未だに情報も出てない状態なので、うまく利用者のニーズとね、噛み合えれば、価格の面と合わせて、このクラスはキヤノンよりニコンが優先なんじゃないかなと、私は勝手に思っております。まあ、でも APS-C 機が得意な富士フィルムさんもいますので、まあ、簡単にはいかないと思うんですけど、はい。まあ、頑張ってほしいですね。はい。そしてソニー。ソニーは相変わらず攻めてますね。攻めてますよ。そしてうまい。ソニーが今年2021年に発売したカメラは、実際 α1 だけなんですけれども、この α1 がね、フラグシップ機でこんなちっちゃくていいのってびっくりさせられたところと、なのに中身の性能は化け物じゃんっていうね、実際のところ見せつけられて。実際私もこの α1 を使って、新潟とか行ってこう撮影テストとかやってきましたけど、まあ、正直この α1 があったら、ほぼほぼどんなシチュエーションでも撮影できるなって思いました。まあ、まさしく現状における万能構成のカメラですね。α1。まあ、あとソニーがうまいなって思ったのが、α7R4。α7R3。この2機種を今年ちゃっかりアップデートしたんですよ。型番に A っていうのがね、最後につくやつ。で、実際変わってるところがざっと見ると、液晶モニターの解像度、液晶モニターのロゴ消し、あとはライブビュー時の撮影可能枚数が10枚減ってる。あ、これ減ってんだ。というところと、あと他の違う細かい部分に関しては、従来機のファームウェアのアップデートでカバーできてる部分だそうなので、実質ほとんど変わりないんですよ。今までの。
α7R4R3 となんですけど、ソニーが上手なのはこれらを新発売っていう言葉を入れてホームページに載せてるんですよね。まあ、だから嘘は言ってないんですけど、これって新発売なのってちょっと思っちゃうところがあって、相変わらずソニー上手だね。で、この動画が公開される数日後、7月7日、ソニーからまた新しいカメラの発表があるということで、もう告知が出てますけれども、ちょっと画像で見えるモフモフから見るところ、まあ、このカメラと違うと思うんですけど、Vlog カムを今回は発表されるんかなっていう感じですよね。だここでもしかして、多くの方が期待している α7-4、これを発表してくれるんだと、まあ、サプライズ的な面でもすごいいい感じになりそうですね。ソニーのスタンダードフルサイズミラーレスカメラ。α7 系はすごい売れてるので、はい、これの新世代のカメラが出てくれると嬉しいんですけど、どうでしょうか。まあ、違うカメラかね。はい、そして、富士フイルム。富士フイルムは2021年 XE4 というコンパクトなボディなんですけど、上質な質感を持ったミラーレスカメラを発売しております。グリップと合わせて使うとね、しっかりホールド感もあって、使い回しもいいカメラになっていたので、私はすごく気に入っていたんですけど、それと、さらに、ラージフォーマットの GFX100S というカメラを2月に発売してました。まあ、GFX シリーズの中ではコンパクトなボディに、ね、なったんですけれども、まあ、やっぱりレンズを含めてね、大きいカメラになりますので、まあ、普段の持ち歩きに向いてるカメラではないんですが、ただこのカメラを購入した人も知り合いでもいるんですけれども、まあ、やっぱりラージフォーマットで撮れる写真ってちょっとね、フルサイズ機と比べても違う雰囲気でね、撮れますので、色の階調とかね、また全然違って出てくるので、風景にしてもポートレートにしても、やべえなこれっていう写真になりますから、はい、手に入れられた方は幸福な方ですね。で、富士フイルムの2021年後半は XT5 を私は期待したいんですけれども、まあ XH2 でもいいんですが、まあ要は新しい世代のセンサー、そして映像エンジン第5世代ですね、これを入れてほしいなって、そろそろまあたびたび言ってるんですけれども、富士フイルムのカメラは写真の写りは綺麗だし、カメラとしての性能も悪くないんです。デザインもいい、カメラ本体なんですけど、その中身のね、技術がちょっと世代がもうずれてしまったかなっていうのを感じてますので、いろんなカメラ触っていて、なので、富士フイルムの本気の、第5世代、そろそろ見たいと思ってます。出るかな2021年後半。はい、あとはオリンパス、すいませんね、ちょっと今日カレーのね、ちょっとカレーのレビュー記事をね、ちょっと YouTube じゃないんですけどやろうと思って、それでちょっとここ置いてるんですけど、無印良品の早く食べたいんだよね。そう、オリンパスですよ、オリンパス。先日ペン EP7 が発売されましたけれども、 OM デジタルソリューションズとして初めて出した新型カメラですね。で、このカメラに関しては近日中にちょっとレビュー動画上げたいと思っているんですが、それはそれでちょっとお待ちいただいて、この OM デジタルソリューションズには今後 もう継続的にカメラしっかりね、新しい発売してほしいというところと、中でも OMD の EM1、このシリーズの最新、まあ、マーク4になるのか分かりませんけれども、名称の方が、まあ、ちょっとこの辺りがどう変わってくるのか、そこも期待したいとこですよね。はい、で、パナソニック。パナソニックはマイクロフォーサーズの年まあそういう決めたわけじゃないですけどね、まあ、こちらも先ほど話したペンと同じ発売日、6月25日に GH5M2 というカメラが発売されてます。私が使ってるのは GH5、初代のものなのでかなり古いんですけれども、まあ、しっかりマイクロフォーサーズ機を継続的に出してくれるパナソニックの姿勢、素晴らしいですね。で、なおかつ期待値が高い GH6、 まだ情報の方がね全然ですけれども、 GH6 に関しては、まあね、年内発売って言ってたっけ、なんであれば、まあ、もうそろそろ2021年、ね、後半になって情報の方出てきてくれて、そしてドーンと発売してくれるといい感じなんでしょうけど、まあでもどうしてもね、GH6 っていうと期待されるのが動画機能になっちゃうんかな、やっぱりね。まあ一部のね、写真家の先生たちはやっぱりパナソニックとこう、やられてますからね。まあしっかり写真の方も撮られると思うんですけど、まあアマチュアからハイアマチュアのカメラ使いの方は GH6 は動画で使うかなっていう印象ですね。でもまあ私もすごい楽しみです。はい、で、ペンタックス。ペンタックスいきますよ。ペンタックスファンが確実にいますからね、ペンタックス。ペンタックスは今年、K3M3 ですね、を発売してますので、まあ一眼レフカメラをしっかりペンタックスは今後も作り続けていくよっていう、そういう意気込みを感じられる。ちょっとわからんけど、そういう意気込みを感じられる新型のカメラですね。まあ本当に一眼レフカメラを継続的に開発生産してくれてるのはペンタックスだけになりますので、現状。真剣にね、やってるのが。
今後もしニコン、キャノンから一眼レフ機が、まあ、完全にってわけじゃないんですけど消えていくとすると、一眼レフ機トップシェア第1位はペンタックスになる。未来が見えてきましたね。ペンタックス1位ですよ。ちょっと悪い言い方だな。でもこのペンタックスの新型 K3 マーク3に関しては、今現在人気の写真家夫婦上田夫妻も褒めてましたので、レビューもされてましたし、これは間違いないカメラですよ。もうペンタックスの一眼レフカメラの未来は明るい。わからんけど。はい、といったところでしょうか。まあ2021年はまだまだコロナの影響が強い年ではありますけれども、しっかりカメラメーカーは新しいカメラの開発発売を行ってくれてますので、それらのカメラの魅力を少しでも、私の YouTube チャンネルで通してお見せできればなと思って動画の方をやっていきます。まあ最近ねちょっとカメラ雑誌の方も少なくなってしまって寂しいところでもありますし、そういった中多くの方が YouTube やブログ記事でいろんな商品の紹介してますので、まあその中の一端として私の方からもいろんな情報を出したいなと思っております。はい、今後ともよろしくお願いします。今回の動画で私の動画初めて見たという方は、普段からカメラの話を中心にいろいろなガジェットのレビューなどを行っているチャンネルになります。こういったお話が嫌いじゃなかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。はい、で動画内でも言ったんですけども、今月7月に関しては OM デジタルソリューションズのペン EP7 のレビューと、そしてニコンからは ZFC のレビューをさせていただきたいと思ってますので、それらのカメラの使用感想お楽しみにお待ちいただければと思います。はい、よろしくお願いします。